こんにちは、吉谷さん。億万長者合宿をご覧の皆様、人生がね、変わるとき変わらないとき、これ私ね、3つの T って話を何回かしたことがあるんですけども、人生が大きく変わるときとか、腹をくくれるときっていうのがね、あるんですけども、それはこれからお話しする3つの T を経験したときだというふうに言われております。一つがですね、逮捕されたときですね。逮捕されたということは、自由が拘束されて、自分がね、有罪になるのか無罪になるのか、それとも自分の疑いが晴れるのか、自分のしでかしたことがバレてしまうのか、こういうふうないわゆる極限状態に陥った時ですよね。とはいってもね、逮捕されるっていう経験はあんまりないと思うんですよ。だからこそ、多くの人があまりしない経験だからこそ、考えが深く及び、逮捕がね、解けた時に自分がどういうふうに時間を大切にすればよかったのかってことが見えるのかなと思います。で、私もね、牢屋の中に入って1ヶ月ほどいたんですけども、ここを出たらこれをやろうっていうふうに本当に考えるようになりましたね。自由になったらこうしようとかね、そして同時に自分が自由であることの喜びとかね、この国に生まれたありがたさっていうのを深く感じました。2つ目は大病です。大きな病気です。それもですね、もう生死の境をさまようような、本当にあとちょっとしたきっかけ、一揺れで死んでしまったんじゃないかなみたいな病気とか怪我とかですよね。これはね、私はちょっと出会ったことがないんですけども、ただ瀕死の状態から復活してきた人のその後の人生の力っていうのはものすごいものをね、何度か目の当たりにしましたね。生きるか死ぬかっていうところで、重要な証言を見たとか聞いたとか妄想を見たとかね、そこからの人生っていうのは大きく変わっていくんだなっていうのは、目の当たりにすることが多かったかなと思います。そして3つは倒産ですよね。倒産とか破産とかっていう状態ですけども、私の場合は会社が何回も潰れたというかね、なくなって店も潰れて、それからね、集まっていた人はファーッと去っていくというところですね。それによって人は冷たいなって思うんではなくて、あ、こういうふうなものなんだなと思ったわけなんですよ。自分が上り調子で何か特技をね、開発していたりとか、多くの人に何かを与えてる時って、多くの人が集まってくるんですよ。まさにそのためにやってるわけですよね。でも自分がエネルギーを発散しなくなった時とか、物を与えなくなった時、何も持たなくなってきた時って、人は持てる人のところに行ってしまうんですよ。で、自分のところには何も残らないってことになります。呼吸のようにね、人っていうのはどっかに集まり、また去っていきってことを繰り返していくんだろうなと思います。その呼吸のような人のこのね、生き気を知るということで、倒産とかね、閉店っていうのはものすごく大きな経験になりました。で、私のことを言えばね、そうやって自分の会社がなくなった時に残ってくれた唯一の人が奥さんだったということなんですけどもね、なんでね、あの時ね、一緒にいたのかね、よく分かりませんけどね、運命を感じたというのか、なんというか。はい、ということでね、3つの T っていうのは、逮捕だとか、大病だとか、倒産っていうのを表すわけなんですけども、ただ残念ながら自己破産をしたりね、債務整理をしても、なおあまり人生が変わらない方っていうのもいるんですよ。ですんで、一概にね、この3つの T を経験したからどうこうと言えないのは、この重大さに気づけるかどうかっていうところなんですよ。で、もっとね、重大さに気づける人って、倒産も大病も、それから逮捕もされてない時に、それがどんなに貴重なことかっていうことを平時に気づけるんですよね。だから何も人生にさざ波が起きてない時に、大きく力を出したりするわけなんですよ。で、もう一つね、反対側に、人生を変えるべきタイミングというのがあって、それはね、大きな野望とか欲望を持った時ですよね。もう絶対俺は海賊王になるんだみたいなね、情熱がパッと火についた時、そして限りなく誰かに憧れた時とか、何かに憧れた時とかですね、こういう時も自分の人生を変えていくことができるんじゃないかなと思いますね。自分の人生を変えるって言っても、人生は一種類しかないんで、本当に変わったのかどうか、もともとそれだったのかってことはなかなか分からないんですけども、人生を変えるというふうな言い方をするとしたらですね、こうなりたいなと思った自分にそのままなっていくという、唯一自分の求めていた憧れた人生に自分の人生が合致するってことなのかなと思いますけどね。ということでね、どうやったら腹がくれるのかってことは、もうこれだけは絶対に逃せないって思うことじゃないですかね。これは女性関係とかに置き換えてみると、男性は分かりやすいと思いますけども、この女と一緒に添い遂げられるんだったら他の女はいらないと思えるかどうかってことなのかなと思いますよね。でもなかなか人ってのはね、安全牌を引きたいんで、あっちもこっちもそっちもできれば全部確保したいなと思っちゃうわけなんですよ。これはですね、なかなかうまくいかせない、そしてトラブルを生む秘訣なんじゃないかなと思います。吉谷さんは与沢坪さんのことを引用してね、深く反省し深く後悔すれば必ず夢は叶うと思うみたいな動画のタイトルを出してくださいましたけども、私の場合はね、今回は与沢坪さんの言葉で、仕事も
恋愛も浮気はダメ、一点集中でいけということをね、今回の動画の締めにさせていただきたいと思います。私もあらゆるところで一点集中をやってきた、その力のね、本当こう思い知るような感じがしますよね。こういうふうに、書くことができます。いろんなことに力を分散しちゃう、一点集中できない方のイメージっていうのはこうなんですよ。見えますかね、こうね、いろんな方にいろんなことに、まあ、揺さぶられるというかね、意識がいっちゃう方のイメージはこうです。でも一点集中できる方っていうのは全てのベクトルをこうやって一箇所に向けることができるんですよね。だから突き抜ける、こんなイメージじゃないかなと思います。いかがでしょうか。それではいってらっしゃい。